さん大変お待たせいたしました。改めましてこんにちは。本日はようこそ名古屋港水族館へお越しくださいました。時間になりましたのでベレーナの不思議な魚の食べ方始めていきたいと思います。解説を担当するのはベルガの飼育係をしています小林と言います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。それではまず皆さんに一つ質問です。今日初めてベルガを見たよというお客様いらっしゃいますでしょうか。たくさん手が上がっていますね。まずではこのベルガという動物の紹介からしましょうか。日本では白イルカとも呼ばれるように体の色が白いことが特徴のイルカ、クジラの仲間です。どうして白い体をしているのかというと、野生ではロシアや北極など一年中氷の張った冷たい海で生活しています。なのでこの白い体の方が敵に見つかりにくいからではないかと言われています。ですが実はベルガ、生まれる時には河口など少し水の濁ったところで生まれてきます。なので子供のベルガは濃い灰色して生まれてくるんです。大人になるにつれて10年以上かけて真っ白な体に変わっていくという特徴があるんですね。先ほど紹介したナナとミライという子供のベルガ、体灰色していますので、ぜひ3階からご覧の際には体の色も注目して見てみてくださいね。そして体つきにも特徴がありますよね。ずっくりと太ったような体型をしていますが、実は太っているわけではなくて、ベルガたちこれが標準の体型なんです。寒さから身を守るために体の周りには分厚い脂肪だけの層がぐるりとついているので、こんなにずんぐりとした体型をしているんです。暑いところではなんと20センチ以上もの脂肪だけの層が体の周りについているので、実はベルガたち触ってみるととっても柔らかいんです。そして他のイルカたちにはあるんですが、ベルガたちにはないものが一つあるんですが、皆様気づきましたでしょうか。はい、手を挙げてくれていますね。はい、ありがとうございます。ベルガたち実は背中に三角形の背びれがないんですね。氷にぶつかって傷ついてしまわないように、ベルガたちには背びれがなくなってしまったのではないかと言われています。このようにしかし他のイルカたちとは変わった体の特徴をしているベルガですが、現在名古屋港水族館では全部で5頭のベルガが生活しています。ですが今回のイベントには3頭の大人のベルガが参加してくれます。まずはこちらに今日イベントに参加してくれるベルガたちにご挨拶にやってきてもらおうと思います。まずやってきてくれるのは一番年上のベルガで、ホドイという名前です。ホドイ、他の2頭に比べると動きがのんびりとしています。さあやってきてくれましたね。こっちだよ。さあホドイ見つかったかな。はい、やってきてくれましたね。ホドイです。胸びれの先や頭が今ガラスにぶつかって少し潰れているんですが、お分かりいただけましたね。ハドイです。さあハドイ、皆さん写真撮れましたかね。実はホドイ、いろいろ種目をやってもらいたいところなんですが、実は笛を吹くと勝ててしまうんですね。実はホドイ、来ることしかできません。まあ、ベルガたちにもですね、一応いろ性格があって、ホドイこの笛いいよっていう時に吹く合図の笛なんですが、吹くともういいかなと満足して帰っていってしまうんですね。ですが次、メスのベルガでターニャにもやってきてもらいます。さあターニャ上からやってきてくれましたね。一回呼吸をして降りてきてくれます。さあ皆さん、一つ目のサイン覚えていますか。サイン出してみましょうか。せーの、首を振ってのご挨拶です。皆さんのことよく見えていましたね。このようにベルガたち、ガラスの前の私たちのこととてもよく見えています。そしてこの首、縦にも動けば横にも動かすことができます。実はね、このように首だけを動かすことができるというのもベルガたちのとっておきの特技なんです。はい、では上手にご挨拶できたのでターニャには一旦戻ってもらいましょう。今やってきたのがターニャという名前のメスのベルガです。ハドイに次いで2番目に年を取っているベルガですね。そして最後にやってきてくれるのがグレイという名前のその3頭の大人の中でも一番若いベルガです。ターニャに比べると体に模様がついているので見分けがつきやすいです。さあグレイもやってきてくれました。
グレイは今日は魚の食べ方という紹介なので口の中を見せてもらいましょうか。さあ皆さん口の中見えましたかね。口の中には私たちと同じように歯も生えています。尖った歯がたくさん生えているのをご覧になりますかね。離してくるくる回ってみましょうか。そう、エレガたち胸びれがとても器用に動きます。片方の胸びれ畳んでいるのもお分かりいただけましたね。このようにエレガたち器用にくるくると回ることもできます。さあグレイも上手に挨拶できたので一旦戻ってもらいましょう。今に3頭メスのベレガが2頭とオスのベレガが1頭やってきてくれましたが、皆さん大きさはどれぐらいか分かりましたかね。なかなか正面を向いていると大きさ分かりにくかったかもしれないので、今からグレイが私と背比べをしてくれます。じわりじわりと降りてきますので皆さんカメラ構えてみてくださいね。さあゆっくり降りてきてますよ。私の身長はだいたい165センチぐらいなんですが、まだグレイの顔皆さん見えてませんかね。今じっくり降りてきてくれているんですが、だいたいベルガたち大人になると体長は4メートル近くにもなります。今うんうんとうなずいてくれていますが、お腹タコタコと揺れていますね。そしてお腹の溝も見やすいでしょうか。今ちなみにグレイうんちをしていますこのうんちをする穴もこのお腹の溝のところにあるんですね。その長い溝の横には小さな溝が2本あっておっぱいが隠れています。さあグレイの大きさはどれぐらいか分かっていただけましたかね。はい、グレイありがとうね。さあそして今回のイベントはベルガの不思議な魚の食べ方というイベントなので、ベルガたちが食べている魚も紹介していきましょう。現在4種類のお魚を食べていますが、まずは1つ目、こちら皆さんも食べたことがあると思うんですが、何かお分かりになりますかね。あまりこの形では見かけないかもしれませんが、こちらホッケという名前のお魚です。一夜干しや開きなんかにしてよく居酒屋さんの中で置かれていますよね。ホッケです。そしてこちらの魚も皆さんご覧になったことがあるかもしれませんね。ですがこの魚より私たちこの魚の卵をよく食べていたりします。こちらニシンという名前の魚です。卵は数の子として有名ですよね。ニシンです。そして3種類目の魚はあまりこの辺りでは見ないので分かる方が少ないかもしれませんが、実は匂いを嗅いでみるとキュウリのような青臭い匂いがするんです。なので名前はそのままキュウリウオという名前がついている魚です。この辺りではあまり食べられていませんが、北海道やロシアの方などですね、寒い地域ではスープに入れたり焼き魚にして食べられているそうです。そして最後紹介するのが4種類目の魚がこちらの細長い魚。何か分かりますかね。この辺りでも食べられていますが、もっと小さい1センチから2センチぐらいのものをこの辺りでは食べています。こちらイカナゴという名前の魚です。この辺りだとコウナゴという名前で、釘煮や佃煮なんかにして売られているのをご覧になったことがあるかもしれませんね。そして今日ベルーガたちが食べ方を見せてくれるのがこのイカナゴという名前の魚なんですが、実はこのイカナゴ変わった性質がある魚なんです。次はこちらのボードにご注目ください。ベルーガたちが海底を覗き込んでいますが、この海底に何が隠れているのかというと、イカナゴが隠れているんです。イカナゴはこのように砂の中に潜って隠れるという性質があるんですね。このように隠れているイカナゴを野生ではどのようにして食べているのか再現してみようというのが今回のイベントなんです。ですが実際にプールに砂を入れることはできないので、今から実験装置が上から降りていきます。この実験装置の下にの筒の部分、この筒の部分に先ほど紹介したイカナゴがたくさん入っていますが、この筒の長さ70センチぐらいあるんですね。ですがベルガたちの大きな頭よりも上の部分は小さいので、頭を突っ込んで食べることはできないんです。ではこの遠いイカナゴをベルガたちがどのようにして食べるのか、ぜひ口元に注目しながら見てみてください。まずはグレイが食べ方を見せにやってきてくれます。さあグレイやってきてくれましたよ。到着です。さあど
どのようにして食べていますかね。魚が舞い上がってきていますが、どのようにして食べているか分かりますか。吸い上げる。吸っているという声が聞こえてきましたね。正解です。ベルマたち水を吸い込んで食べているんですが、実は吸い込む前にもう一つしていることがあります。口の中のイカナゴを食べ終わった後、今この瞬間なんですが、皆さん分かりましたかね。分かりますか。はい、ではどうぞ。水を口の中に入れて吹き出してる。そうなんです。実はですね、水を口の中に入れて水をふーっと吹き出して、魚が舞い上がってきたところを吸い込んで食べているんです。分かりますかね。口の中にたくさん魚入っていていますが、もぐもぐとしているように見えて、ベルガたちごっくんとすべて丸飲みにして食べてしまっています。最初にグレイ歯は見せてくれましたが、あの歯は獲物を捕らえた時に逃がさないようにするための歯で、魚は丸ごとごっくんと飲んでしまうんですね。次はホノイがやってきてくれました。グレイよりも大きな頭をしていますが、必要に水を吹きかけてジャズに食べていますよね。今ハーフハーフと水を入れているところです。そして舞い上がってきたところを吸い込んで食べます。さあグレイ、ホノイもう満足したようで帰っていってしまいましたね。実はこれ、ベルガたちこの食べ方、魚が舞い上がってくるのが楽しいから好きなのか大好きなんですが、力がとても強いので、筒が動いてしまったり歪んでしまったりすると食べれなくて満足して帰っていってしまうんですね。さあ皆さん、ベルガたちがどのように魚を食べてるかお分かりいただけたでしょうか。このようにですね、野生では海底に隠れている魚に水を吹きかけて、砂ごと魚を舞い上がらせて、魚がびっくりして出てきたところを吸い込んで食べていると考えられているんです。体がとても大きいので、早く泳ぐ魚を追いかけていって捕まえるといったことはあまり得意ではないんですが、このように海底に水を吹きかけることで、海底にいるようなカニやエビ、ゴカイ、タコなどですね、魚以外の生物も100種類以上も餌として食べていることが知られています。最初に餌を食べに来て、やってきてくれたグレイ、現在名古屋港水族館では1日に26キロぐらい餌を食べています。ですが、水族館では1匹1匹口の中に魚をあげていますよね。でも野生ではこのようにして今も餌を探しているかもしれません。さあ、そして餌の食べ方の解説は実はここで終了なんですが、今日はですね、この器用なベルガたちの口を使った特技も皆様にご覧いただこうと思います。皆さん、バブルリングという言葉ご存知でしょうか。空気の輪っかを上手に作ることができるんです。まずはグレイにこちらにやってきてもらいましょうね。グレイがやってきて、私がサインを出すと、グレイは上に空気を吸いに行ってバブルリングを吹いて降りてきますので、皆さんカメラは上の方にご注目ください。いきますよ。さあ、上に空気を吸いに行ってくれました。せーの、よいしょ。皆さん見えましたかね。なかなか細いリングだったので見にくかったかもしれませんが、もう一度いきます。さあ、上に空気を吸いに行きました。よいしょ。とても綺麗なリングができていますね。ガラスにぶつかるぐらい綺麗でした。さあ、最後にもう一回いきます。よいしょ。とても細い綺麗なリングが今度はできていましたね。グレイにはご褒美の餌をもらいに行ってもらいましょうか。今ベルガたち簡単そうにこの空気の輪っか作っていますが、実は空気の量や勢いを調節しないと綺麗なリングにはならないんですね。ですがベルガたち、このバブルリングで遊ぶのが大好きなんです。このイベントが終わった後も遊んでいることがありますので、ぜひ口元に注目して見てみてくださいね。そして実はベルガたち、もう一箇所違う場所から空気のリング作ることができるんです。皆さん、鼻の位置はご存知でしょうか。手で差し示してくれてるお客さんはたくさんいらっしゃいますが、頭の上に鼻の穴はついています。次はタイヤにこの頭の上の鼻から空気のリングを作ってもらいましょうか。私たち頭の上にリングができるので、エンジェルリングと呼んでいるリングなんです。さあ、空気をたくさん吸って単に降りてきてくれましたね。頭の上にご注目ください。いきますよ。えいっ。
皆さんリングに見えてますかね。いますよ。よいしょ。綺麗なリングができていますよね。皆さん写真撮れましたか。最後に行きますよ。さあ空気が少なくなってきたようなので、タニア一旦呼吸に行きます。実はベルガたちも空気が少なくなってくるとなかなか勢いが調節できないようで、綺麗なリングができないんですが、さあたくさん吸って降りてきてくれました。行きますよ。さあ皆さん綺麗なリング見えましたかね。来年にもご褒美の餌をもらいに行ってもらいましょうか。このようにベルガたち鼻の穴からも空気のリング作ることができるんですね。これベルガたち全員ができるわけではなくて、実は綺麗にできるのはターニャとナナというターニャの子供のベルガが一番上手に作ってくれます。ベルガたちこれで遊んでいることもありますので、ぜひ空気を吸っている時には口元や鼻注目して見てみてくださいね。さあベルガたちのことをいろいろ知っていただけましたでしょうか。そろそろイベント終了の時間も近づいてきてしまいました。最後にベルガたちにお別れのご挨拶に来てもらって、今回のイベントは終了とさせていただきます。皆さん2つ目のサイン覚えていますか。まずベルガにやってきてもらいますね。さあタンヤが最後のご挨拶にやってきてくれました。はい、到着です。では2つ目のサイン、せーの。胸びれを振ってご挨拶しているんですが、わかりますかね。上手に胸びれ振ってくれています。はい、はい、上手にご挨拶できたので、タニアにも戻ってもらって今回のイベントは終了とさせていただきます。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。あなたも長屋放水族館でごゆっくりお楽しみください。これもか。